で、いよいよイメージングの概要ですけど、1932年にチャドウィックっていう人が中性子を発見したと。で、1942年、これ CP1 っていうのはシカゴパイル1って言って、エンリコ・フェルミが初めて発輪、核分裂連鎖反応っていうのを実現した原子炉です。で、45年、これ原爆ですね。で、その後10年ぐらい経って、数年経って、そのアイゼンハワーが、核を平和利用しましょうと。で、それから10年経って JPDR っていう日本で初めて発電をした原子炉ですね、東海村にできた、これ正力さんが誘致したのかな。で、その後1970年に大阪万博があって、で、その当時私3歳でしたけども、関西ですから父親に連れられて万博行くと、ちょうどその時に美浜発電所とかから初めてその原子炉から発電電気が来たよというのがセレモニーされた時代ですね。子供ですからその辺は分かってなかったですけど、ただ太陽の塔が綺麗なぐらいな思い出があります。で、その後10年も経たんうちに3マイルの事故が起こって、で、それから数年して、これが僕が大学入るぐらいの年かな、チェルノブイリが起こると。で、99年、 JCO の事故ですね。日本で臨界事故が起こるはずがないと言われてて、で、それでこうジャバッとなんかいろんなね、バケツで入れてその臨界量を超えてやってたと。で、もうないよねって言ってたら、2011年にその地震津波で事故が起こったというのが経緯です。で、この辺の30年代、40年代、50年代っていうのは、この原子力、原子核物理かなっていうのは、もう非常に速いスピードで進んでいってると。だって普通だったらこの考えられないですよね。32年に中性子が発見されて、このオットー・ハーンとかエンリコ・フェルミとか、その辺がもう核分裂連鎖反応できるよと言って、10年ぐらいでもういきなり原子炉を作ってるんです。非常に速いスピードで開発がされていると。で、大体1960年代ぐらいに研究炉が非常にたくさん作られて、で、そこのところでこういったイメージングですね、中性子の影ができるようになったと。ただ当時はですね、ディテクターがあんまりいいもんがなかったと。フィルムです。フィルムなので、その主にその軍用のものとか、あるいは航空機のテストとか、そういうものしか応用ができなかったということです。ただ今はその検知器が非常に、例えばカメラとかですね、そういうものが非常に高度に発達しているので、例えば中性子がちょっと弱くても、昔の大型の原子炉で取れないようなものが取れるようになったというのが今のその現状ですね。で、これ上がですね、同じものなんですけど、ガンマ線で撮ったもの、X 線と同じようなものですね。で、下が中性子の透過像、これ左から圧力計、ブルドン管と言われるんですけども、それから消火栓、それから軽水、重水ですね。そのガンマ線だとこれ見分けはつかない、金属はあまり透過しないけども、中性子だと金属は透過して、軽水と重水の区別がつくということ、これがだいたい1947年ぐらいにもされてたということですね。で、これは今東京都市大の持木先生が撮った絵なんですけど、この日本アイソトープ協会、これ RI 放射線一般向け教育実験ノートっていう、これ検索してもらったらこれ全部出てきます。で、この持木先生っていうのはおもちゃを撮るのは結構好きで、当時流行ったこれミュージカンっていう、なんか音に反応して踊り出すっていうやつですね。で、この左側が X 線で撮ったやつで、右側が中性子で撮ったやつなので、このメガネのとこはこれ樹脂なんで、中性子ではよく見えてると。で、こっちは金属が見えるので、このバネのとこは見えるけども、中性子の方はほとんど金属を透過するので、そのバネの方はあんまり見えてないということです。こういった違いが出てくるということですね。で、難しいことを言ってあれなんですけど、実際原理は簡単です。
X 線レントゲンは X 線の影絵です。中性子イメージング、中性子ラジオグラフィーって言われるものは中性子の影絵です。影絵です。だから減衰しているところは暗くなる、スカスカのところは明るくなるという原理です。でここのところに中性子源があって、まあ、コリメーターと、まあ、揃えるやつがあって、ここにサンプルがあって検知器があると。でここのところの強度はそのエクスポネンシャルで、まあ、減衰していくと。だからこの減衰係数みたいなのがでかくて、ここの厚みがでかかったらいっぱい減衰してしまうと。なのでスカスカのものだったらここのところはあんまり変わらなく、そのまま中性子が抜けていくということですね。で中性子源が必要です。どこから中性子もらいましょうかと。 RI 線源、あのアメリシウムベリリウムとかそういうようなものがありますけども、まあ、我々はほとんど使わないです。あの高価で取り扱いは結構難しいと。で一般的に使うのは研究炉か加速器ですね。研究炉は残念ながらですね、今我々の京大の研究炉、それから日本原子力研究開発機構の3号炉って言われる JRR3 と言われるもの、あの他にも研究炉はあるんですけども、ほとんどあの震災の時に廃炉を決めたとかそういったことで国内の研究炉っていうのはほとんど使えないと。なので実質今は我々の研究炉だけです。で2年半後に日本原子力研究開発機構のこの3号炉っていうのが再利用、利用運転を開始するというふうに言ってますけども、あのこれ茨城県の東海村にありますから、あの地震の影響多少なりでも受けてます。でかつあの屋根のとこかな、屋根のとこの耐震作業をしないといけないということで、その工事に1年以上かかるということで、これはまだ時間がかかると。けども国内では2基ですね、まあ、小さな原子炉はありますよ。でもイメージングするのにはこの2つぐらいです。で世界ではそれでも140基ぐらい動いてると。で、まあ、欧米でもあのアジアでも動いてます。今いっぱい動いてるのは中国です。中国です。もう彼らはもう作りたいと思ったら結構作れると。で定常ビームが多い研究炉の場合ね、あの時間的に中性子の強度が一定なものを定常炉って言います。あのものによってはパルスパンと一発あの中性子 の光がパッと出てで終わるというようなものもありますけども、一般的には定常ビームが多いと。けどもやっぱり研究炉っていう、まあ、核燃料を使ったシステムですから、さまざまな規則があって気軽には使いづらいと。で一般の人がちょっと研究炉使わせてくれと、なかなかそれはできることじゃないと。我々みたいに大学の職員であるとか、あるいはどっかの研究所の職員であるとかっていうのじゃないとなかなか使いづらいと。であとは加速器中性子源、加速器でその例えばベリリウムとかに陽子を当てて中性子にしてやるとか。でこういう小型中性子源では理研さんが作ってたりとか、京都大学も、クワンズと、あの京都ユニバーシティアクセレレーター、ニュートロンソースかな。で名古屋大も今これ作ってます。でこのぐらいだと、まあ、強度は小さいと、強度は小さいけど、まあ、気軽に使えるでしょうということで、これからはですね、あの小型の加速器中性子源というのは結構たくさん出てくる可能性はあるというふうに思います。それから別の方向として核破砕中性子源、これも東海村にありますけども、 J-PARC と言われる、プロトンアクセレレーターリサーチコンプレックスかなっていう名前で、もう大強度の加速器を重金属に陽子をバンぶち当ててやって、それで核破砕反応を起こしていろんな素粒子を出してやるというようなシステムです。でこれはもう世界最高クラスのパルス線源です。でターゲットは水銀ターゲットで、同じ加速器を使ってやって金をターゲットにしているのもハドロン施設がある。でそれで過去にあのその、制御がうまくいかなくなって、その金のターゲットが溶けてちょっと放射性物質が漏れたっていうのは何年か前にあったというふうに、あの多分ニュースになってたと思いますけども、
けどもこの場合は核燃料を使ってないのでまだ規制は緩いということが一つメリット。それからパルスビームなのでエネルギー依存のイメージングができると、パルスでバンって当てて実験するとこまで来るまでに時間がかかるんですね。で一番最初に言ったように中性子は速度が違うとエネルギーが違うとなら同じところで待ってるとエネルギーの高い中性子は早く来ると、でずっと待ってたらだんだん遅いビームが出てくると。でさっきの減衰係数ですね、減衰係数っていうのはエネルギーによって異なるので熱中性子だったらさっき見せた絵になるんですけども、エネルギーが異なれば減衰特性が変わるので、その各種の単に減衰だけじゃなくて見分けがつく可能性がある。それから例えば解説であるとかあるいは位相であるとかいろんな情報が使えるということで、今はですねエネルギー依存のイメージングっていうのは結構流行ってると。で我々もブラックエッジっていうのを使って結晶構造を解析したりはしています。でも今日はちょっと流れの話をさせてもらいます。で中性子イメージング施設の特性と、これ140基ぐらい世界で動いてるって言いましたけども、大体どこの研究炉にも中性子イメージングの装置はあります。なんでかっていうと何でもそこに物を置いていったら影で見れるから難しいこと考えなくても役に立つんですね。でこれ JRR3 日本の先ほど止まってると言った原子炉の特性、これハナロ、これ韓国原子力研究所のこれリアクターです。でこっちがね熱出力で20メガワット、こっちが24やったかな、30にアップグレードしたかもわからないんですけど、今現在韓国も揉めててこれは止まってます。で中性子層、これ中性子の強度ですね、どれだけ強い中性子かと、まあ、10の8乗とか10の9乗とかそんなもんです。 N ガンマ比、これは中性子とガンマ線の比率ですね。ガンマ線を嫌うような時はこれが大きい方がいいと。でカドミン比はいいんですけど LID と、これなんじゃらほいと、 L オーバー D と、これバーティカル、ホリゾンタルが150とか176とか書いてある。で花野の方は38とか68とか。で L by D って何って、これ一般的にコリメーターレーションって言います。コリメーターレーションって、これちょっと頭の体操なんですけど、影はボケるんですよ。これお茶の間で影を作るとね、ここら辺に手当てたら影ができると、結構くっきりしてると思うんですけど、これ僕の手です。ここの紙を置いてやってここに影ができると、でちょっと遠ざけるとなんとなく分かりますか、ちょっとボケてるんです。もっと広げるともっとボケると、だいぶやるともっとボケると。なんでかっていうと室内光は平行ビームじゃないからボケるんですね。もうここら辺まで行くと指何本あるかわからないですね、ボケてしまうと。でこういうことがあるので、これ L by D っていうのは結局ビームの平行度を表しています。でここ線源があって線源の直径が D で、そこからサンプルまでの距離が L と、だこの距離が長ければ長いほど平行に近づくと。で点線源で非常に長い距離だとここのボケは少ない。でこういうもんだとここにサンプルがあってここにスクリーンあると、この角っこを表すのにこっからも光は来れるしこっからも光来れるということで、この分 UG っていうところがボケになる可能性があるということですね。これは思い切り離れてればこんな誤差出てこない。で一般的に日光でできる影意外に鮮明ですね。ね、自分の影やなと歩いてて、あ結構綺麗と、家とは違うと。なんでかっていうと太陽が離れてるから、 L がむちゃむちゃでかいと。で太陽直径これ70万キロメートル、地球からの距離
読めないです。このぐらいあります。でこれ計算してやると L by D 10の6乗ぐらいです。なので先ほど原子炉で170とか150っていうのは平行度にしたらまだまだ平行じゃないと。ただ中性子のイメージの施設としては、まあ、最低100以上欲しいねというふうに言われてると。それ以下のさっきの花炉の38とか65っていうのはイメージング施設としては画像がボケるからあまりよろしくない設備だというふうに言われてると。なのでだいたい今は300以上がいいなというふうに関係者の中で言われてると。なのでこれ L by D っていうのをちょっと覚えておいてください。で、ただ画像のボケはこのサンプルとスクリーンの距離、このべったりつけたらこの影響ほとんどなくなると。この L ダッシュっていうかな、ここがなくなればボケは少なくなるので、スクリーンにベタ付けしてやればその平行度の影響っていうのは極力小さくなると。ね。